韓国の美術は試練の中から始まりました。苦難に満ちた時代でも芸術への魂はとどまるところを知りませんでした。韓国人は焦然たる現実を画幅に収め、激動の時代を耐え抜きました。韓国現代美術100年、その裏には変化を渇望し続けた画家たちの姿がありました。19世紀に入り、韓国の伝統画の技法は少しずつ変化し始めました。墨と筆で絵を描いた時代は過ぎ、韓国の美術界にも油絵が登場し始めました。韓国から初めて日本へ留学したコヒドンが油絵を韓国に持ち込んだのです。近代美術展示館の徳須郡美術館、ここでは近代美術の扉を開いたコヒドンの代表作に出会うことができます。画家の自画像でもあるこの作品は韓国に現存する最も古い油絵です。팔레트에붓을든그런화가의전형적인자화상을그리시지않고파격적인사대부의모습풀어헤쳐진옷을입고계시고뒤에배경에는이제책이나오고그리고그림이나오고손에는부채를들고한국의그화가의모습을보여주면서한편으로는화가가그런기술을가진사람이아니라지식을가진좀더사대부적인그런인물이라는것을은연중에보여주는그런작품입니다一方、韓国的な絵画を作り上げるための試みも続けられました。韓国の印象派はイ・インソンの登場により確固たるものとなります。豊かで強烈な色彩、彼は朝鮮のゴーギャンと呼ばれました。아버지는뭐라고얘기냐면딸기는딸기씨앗을심든맛이다그렇듯이그아주그딸기하나에도조그만그독수리같은눈을가졌다합니다예리한관찰력그예리하게볼수있는사물이렇게해서그림에아마눈으로봐서마음속에서해가지고어머니가잉태에서나오듯이그렇게표현을했다고한작품도이작품이고요当時貴重だった油絵で晴れた秋空を描いたこの作品は朝鮮の趣とともに強い母性愛が感じられます。가을어느날은그해당화와함께가장큰대작중에하나입니다거기에있는포즈나색감여전히그평생추구했던향토색이보여지고요어떤가을의맑은푸른하늘을배경으로해서아주그려진빼어난수작이라고할수있습니다서양과일본의문화가오시오세다시대가가모마타新しい時代の幕開けを待っていたのです。1945年、光を取り戻すように祖国を取り戻した韓国。韓国の芸術家は過去の清算を始めました。パク・センガンは韓国固有の色彩で民族の魂を呼び起こしました。パクセンガンの作品100点以上が収められているイヨンミ美術館。絵の中央には女性が横たわっています。殺された朝鮮の王妃ミョンソン皇后を描いた作品です。まるで絵の中から抵抗する叫びが聞こえてくるようです。불교를소재로한그림들을그렸고요
그 다음에 이제 그린 것이 뭐냐 할 것 같으면은 무속화를 많이 그렸습니다. 우리가 그 샤머니즘이라고 그래서 미신으로 치부하기 쉬운데 사실은 원초 신앙이에요. 그래서 무당 그림을 많이 그렸는데 특히 그 모델이 김금아라고 우리나라의 가장 저 서해안 별신꽃 국보죠. 그런 그림을 그렸다고 볼 수 있고요. 彼の 歴史画は 명성皇后から 전봉준에도 続きました. 1895년 농민운동을 리드した 전봉준을 모델にした この作品は 鮮やかな 原色が 驚異的にさえ 感じられます. 처음에 저런 색을 쓰셨을 때는 뭐랄까 비난도 많이 받으셨대요. 무당집 같다, 구판 같다, 뭐 이런 얘기를 많이 받으셨는데, 그러나 이분이 연구를 하면 할수록, 특히 한국 석채, 그 돌가루, 물감 같은 거를 연구하면 하실수록 한국은 채색 자체가 오방색에 근거했다. 적황청백흑. 특히 이 작품은 그가 낙날 도시에 완성한 ものです. 그는 마지막 순간까지 모에다츠 민족의 魂을 캠퍼스에 注ぎ込んだのです. 참 불사질처럼 공부를 했습니다. 난 지금도 나이 80이지만 그림 그린 다음 난 밤낮 없는 주야를 불구하고 그린다. 그럼 장차 프로파 가서도 한번 투쟁을 하려고. 이 한국적인 그림을 가지고 가서 한번 자랑스러운 미술 활동을 하려고 그런 야망을 가지고 있어요. 만날 동경하는 게 차원 높은 좋은 한국화를 그린다고 하는 거. 대통령 관저의 청와대의 裏側에 위치する 환기 미술관. 한국 중소 미술의 第一 세대로 여바れる 김 환기의 작품이 収められています. 그의 작품 테마와 야마야 미즈 月や 花です. 華やかではありませんが 調和をなし 水の流れのように 平和な作風です. 사람으로 비교한다면 미인과 같다는 생각이 드는데요. 미인은 보면은 한참 보고 있으면 지루하지 않고 그리고 볼 때마다 새로운 아름다움을 느끼기 때문에 미인과 같다고 생각을 많이 합니다. 그는 캠퍼스에 点을 描き続けました. いつしか点は 우주에 所狭しと並ぶ 星となるのです. 동양화식으로 자신이 직접 물감을 개서 물감의 농도를 만듭니다. 그래서 그 농도를 서양화 천인 캔버스에 온 힘을 다해서 찍어서 그 점이 그 캔버스 안에서 번져나가는 효과를 마치 먹이 한지에서 번져나가는 효과처럼 그것이 이루어지게 만듭니다. 우주뿐만이 아니라 이 삼라만상의 희노애락 그리고 거기에서 오는 어떤 인간사의 울림과 인연과 그리고 감동을 느끼게 되는 것 같습니다. 그의 작품 세계에 가장 큰 인스피레이션을 与えたのは 김현안 부인입니다. 그녀는 시인 이산의 妻でも ありました. 戦後の 復旧に 向けて 경제 발전だけを 見つめてきた 한국 사회에 ついに 민주주의가 訪れます. 1980년대에는 독재 정권から 脱却するための 한국 사회의 様相を 多くの 민주화가가 작품にしました. 작가 이은노의 작품には 군중이 등장합니다. 手を 繋ぎ 巨大な 波を 作り上げ 踊るように 走り出す 군중을 通じて 시대를 鋭く 皮肉ったのです. 민중미술은 추상미술이라는 것은 우리의 현실과 삶을 반영하지 못한다. 이제 그렇게 생각을 했고 미술은 참여해야 되고 또 그 당시에 민중미술은 일종의 민중운동의 하나였는데 그 정치라든지 사회적인 현실의 비판 또는 야유 뭐 이런 것들이 굉장히 주된 그런 그 주제였습니다. 踏みにじられた民衆の身もだえが聞こえてくるような作品の数々. 1980年代の 民衆美術の成果といわれる 新白鳥の作品です. 彼の作品、韓国近現代史は 阻害された人々や 社会的疎通についての問いかけを投げ続け
現実に対する彼の考察は今も続いています。激動の時代の中、飛躍的な経済発展とともに韓国の現代美術もついに花開き始めました。韓国屈指の美術館、ソウル市立美術館です。韓国人に最も親しまれている作家チョン・ギョンジャ、異国的な趣と個性あふれる鮮やかな色使い、目が離せなくなる不思議な魅力、それがチョン・ギョンジャならではの画風です。彼女の作品に登場する女性は親しみやすくもあり、どこか寂しげでもあります。속에등장하는여인들은모두차가운피부와초점없는눈동자긴목을가지고있는것이그특징입니다또내슬픈전설의22페이지는이후청경자작가의자서전제목으로활용되기도했습니다결혼と初めての出産を経験した22歳先の見えない時代のストーリーが聞こえてくるような作品です。愛する妹を肺結核で失った後、うねる蛇の恐ろしい生命力を表現した生態にも彼女の自叙伝的なストーリーが込められています。본인의어떤결혼생활이라든가출산의경험이라든가가족의죽음이러한이제본인이경험했던생활에서의그러한일들이런것들이가장중요한모티브가되었고요이국적인풍물들이런것들과접하면서자신만의양식으로변용이됐던것으로보여집니다彼女の紆余曲折に満ちた人生は資本主義を生きる私たちの姿とも似ています。韓国の美術界に単色化ブームを巻き起こした作家もいます。イ・ウハンの作品35点が所蔵されているクァンジュ市立美術館、白いキャンパスに描かれた点一つ、互いに似ているようでもあり似ていないようでもある点の集まり、点と余白はどんな位置にどのように作られるかによって新たな感性を呼び起こしてくれるのです。사실은철저하게계산되고고도의어떤신체의그런노동력을바탕으로작품이탄생하게됩니다최근작인대화시리즈를예로들자면한화면안에점이하나정도찍혀있는작품이에요근데이점하나를찍기까지보통40일에서50일정도의시간이소요됩니다이우환은텐토유학의작가로불려집니다저는점으로부터라는작품에서되게좋은느낌을받았었는데요점이반복적으로찍혀지는거기에서우리인생의좀닮은점을느껴서좋게느꼈습니다파리와뉴욕など세계각국で活動している이우환은彼ならではの独特な概念でこれまで40年間韓国美術史に大きな足跡を残してきました。点一つにも深みや哲学を込めようとした作家の執念が感じられます。道に迷ったかのようにたくさんの風呂敷包みを乗せて歩く女性の後ろ姿、キム・スジャの作品には風呂敷包みがよく登場します。어린시절어머니와함께이불을꾸며면서느꼈던어느순간의깨달음을이제작품의모티브로사용하게되는데요이러한그거굉장히일상적인소재가굉장히예술적인작품으로이제변환을하는그런지점에서굉장히주목을받고있다고생각을합니다彼女のビデオ作品ハリニョニンでは彼女自身の体が糸を通した針になります。そして世界の人々を一つに縫い合わせていくのです。
작가는 유민으로서의 자신의 정체성에 관한 이야기를 작품에서 많이 보여주고 있는데요. 실제로 자기의 여정에 관객들 초대함으로써 우리가 우리 자신뿐만 아니라 사회에서 다양하게 직면할 수 있는 문제들에 대해서 다시 한번 생각할 기회를 제공하고 있습니다. 김수자 선생님은 또 작가지만 직접 현장에서 뛰어 들어가서 영상을 제작하고 만들면서 단순히 예술 작품이 미술관에 놓여서 감상하는 차원이 아니고 전 인류의 보편적인 공감을 불러일으키고 무엇인가 정신적인 치유를 준다는 면에서 굉장히 중요한 의미를 갖고 있고 이러한 점 때문에 굉장히 세계적으로 주목을 받고 있다고 생각합니다. 1970년대からは テレビを媒体としたビデオアートが注目を集めるようになりました。ビデオの表現領域の研究と開発をし続けたことで、ビデオアートの創始者と呼ばれた韓国人作家がいます。ナムジュンパイクです。이번에평생동안도달했던실험성또예술성그다음에이분의철학등등이사실은굉장히복합적이고큰분이어서뭐라한마디로규정하기어려운분이에요다버려진어떤모니터를발견하고거기에어떤그전자막대를갖다대면서뭐신기한그영상이나오니까거기에대해서아이거해봐야되겠다하고생각을하신거예요塔のようなこの作品は彼のビデオアートの中でも最もスケールの大きいものです。1300台のモニターの中に韓国の伝統と文化、彼が芸術活動を通じて感じた全てが溶け込んでいるのです。実験に挑み続ける現代作家の活躍も目立っています。ここでは世界的なインスタレーションアーティストイ・ブルの展示会が開かれていますさまざまな宝石や装飾品で飾り立てられた作家の姿が高さ6メートルの大型アドバルーンに印刷され膨らんでいきます男性中心の社会的抑圧への直接的な表現が前衛的ですもう一つの作品、ヴィア・ネガティバ。迷路を歩き、出口を探し出す過程で、反射する自分自身を何度も見せつけられる作品です。ヴィア・ネガティバは、부정을통해서신을규정하려는어떤신학적방법론에서차용한제목입니다。무한히뻗어가는시공간을경험하기도하고요。이를통해서우리가가지고있는고정된틀고정된인식에서벗어나게끔하는데요 이렇게작가는작품을통해서우리의인식혹은역사가파생시킨여러의미들을새롭게조명하게하는특징을갖고있습니다작품이현실된곳으로들어가면그게아니라그냥현상이당연히일어나는그것을인식하고이런방식이아니라직접자기몸으로그걸겪게되고그겪게되는것의강도에의해서그것이그이이겪는이것의정체가뭘까라는의문을자연스럽게갖게되는그런방식을시도했어요そして彼女の代表作バンカー韓国近代史の境界線上にいる最後の王の継承者イグ彼の人生を紹介したものです이구가태어났던터라든지뭐생을마감했던곳이라든지아니면이구가건축한건물들이러한장소들이있는데요관람객이들어가셔서이제하나의헤드폰을끼시게됩니다그럼이곳전시장그리고작품안에있는소리가그이구의삶과연관되어있는그장소들로이동을하게돼요즉관람객은이작품을통해서시공간을넘나들면서이구의삶을경험하게되는그런예술적체험을하시게됩니다素朴で親しみを感じる布この布をテーマに家を作り東洋と西洋の出会いを生み出す作家もいますインスタレーションアーティストのソ・ドホは
アメリカやヨーロッパを中心に最も旺盛な活動を行っている作家の一人です。このスキマホテルは特定の場所に固定されているこれまでのホテルから脱却し、日常の中に入り込んだホテルを作ることで人と人との自然な共感を表現した作品です。단지그런캠핑카나호텔의의미에서더나아가서이호텔에서머물게되는사람들이어떻게그지역주민들과교류하고어떻게그틈새속으로스며들어서진짜지역민들과이렇게함께할수있는가에대한고민을많이담은작품이라고할수있습니다彼の代表作床。よく見るとミニチュアの人形が数万個集まって床を支えています。작은미니어처인물조각상이수만점이모여서하나의작품을이루고있는작품입니다이인물들은총6개의형태가되어있는데요흑인백인동양인그리고남자여자이렇게6가지종류의인물들이있습니다이인물들은전세계인류보편적인인류를나타내기도하고힘이없고미약한익명의개인이지만이들이모여서군중이됐을때는또거대한힘을발휘할수도있고그리고그렇게거대한힘을발휘하지만그개인은굉장히힘이없고희생될수있다는그런이중적인아이러니를제시하기도하는그런식의의미를품고있는설치작품입니다동요도세요空間と個人の境界に立った実験的な作品の数々これからの彼らは一層注目を集めることでしょう지금아주굉장히좋은그런그젊은작가들이과거와는달리굉장히자신감이있는게보여요그자신감과굉장히다양한시각들이라든지실험을하고있기때문에조금더우리나라화가가국제적으로더많이노출됐으면합니다더많은전시에참여하고우리나라에서조금더그런기회가많았으면합니다미術はいつも時代についてきます開花期と激動期経済発展と最先端の時代を歩み成長を共にしてきた韓国の美術今や韓国を超えて世界中の人の胸の奥底まで響き渡ろうとしています。